きたいです。おーおーおお、なるほどなるほど。前の喧嘩のやつ仲直りしてください。めちゃくちゃ落ち込んでる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい。あ、生まれたんか。私に赤ちゃんが生まれました。ふんふん。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。どっちも嬉しい。男の子イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。まあ、自然に任せましょう。そこは二人で名前を考えたのですが、ふんふん、私のリンと夫のケンタロウから取ってリロウにしようと思います。あれ、リロウくんって前もったよね、なんか。まあいいと思うよ。リロウも大切に育てます。うんうんうん、温かく見守ってやってください。リロウくん、どんな感じに育つかな。おーっと、まだか。ちょっとすみません。ほいほい。どうしてもリロウが泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか。なるほど、あやしましょう。リロウの子守を引き受けます。ありがとうございます。リロウ、アユナのとっくりさんだよ。よーし、ほらほらほら。最近いまいちうまくいかんけんね、この赤ちゃんをあやすやつ。機嫌よ治ってくれ。機嫌よ治ってくれ。うわ、なんかみじんも機嫌が治る気配がない。もうちょっとだけ頑張ってみよう。もうちょっとだけね。お、あ、はあ、いや、これ一回崩れたら無理なんやって、ちょっと。うわー、さっきちょっといい感じやったのに。どのリズムやった、さっき。わからん。わからない。あー、ダメかー。あ、ダメっぽいな。ちょ、諦めます。諦めます。時間ですね。うんうんうん。アユナのそっくりさんでもダメでしたか。ダメでした。また頑張ってみます。ありがとうございました。あれあれなんやね。これもあげます。別にもうすぐミルクの時間とかいうわけでもないのか。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。さあ、おっと、まだ。ちょっと来てもらえますか。はいはい。一人前に成長しました。千葉太郎くん、この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。あれ、マンションに空きはあったんか。どうしたらこの子のためになるでしょうか。なかったような気がするな。ちょっと待って、一旦見てみよう。でももうマンションに空きでやらないようです。なかったなかった。うんうんうん、オッケー。まあ、じゃあとりあえず保留ってことで。もう大丈夫？はい、マンション見てこう。うわー、今回も友達マークがいっぱいだな。喧嘩か？何組かありそうやね。ライチちゃん。まずはライチちゃん。どうした？誰と喧嘩したんだ？キッタと喧嘩しました。腹立たします。ふんふんふん。仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。とりあえずシュークリームで踊ってもらおう。間違えた。シュークリーム、シュークリーム、シュークリーム、どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか、これでご機嫌やね。大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。
さあ、ちゃんと仲直りできるんだろうか。どうよ。この間はごめんなさい。お？こちらこそごめんなさい。あ、よかったよかった。許されんかと思ったよ、一瞬。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。立派に成長したらマンゴ見ると、自分も褒めたくなります。自分をなんや。立派に成長してくれたらワン君をじゃなくて。あ、なるほど。まあね、育てたんやもんね。うわー、そして二組目、ヨシハル君。うわ、めちゃくちゃストレス溜まってる。はい、入ります。くそ。どうした？誰と喧嘩した？ワイユーアイと喧嘩しました。おー、ユイさんね。仲直りしてくださいまし。ヨシハルくんは特に何もないんよね。ココナッツとかどうでしょうか。どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか。まあ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 じゃな。違うんすよね。あー、でも結構もうお腹いっぱいやね。ってことは、よし、ブランコで風になろう。天井からぶら下げてみます。うんうん。強く強く。あんまり強くしたらなんか前の蒸気に当たりそう。熱そう。めちゃくちゃ熱そうですけど大丈夫？いや、しかもこの部屋の中で革ジャンとか絶対熱いやん。絶対過ごしやすくないよね。じとっとしてそうだわ。重い。あ、今風になった気分です。涼しくなった？ちょっとは。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ふんふん、いってらっしゃいまし。さあ、仲直りできるかしら。この間はごめんなさい。許しません。え、秒で。めちゃくちゃ瞬殺だったんですけど。もうちょっと考えてあげてよ。ダメだったのか。そんな嫌だったのか。まあまあまあ、時間が過ぎ去ってくれるのを待つしかないね。これは、あ、ここは大丈夫そうだな。てか、ラブラブだったな。ここも大丈夫か。あ、3組目。はい、かなさん、入ります。誰ですか、相手は。MILT と喧嘩しました。おー、ミントさん。ふんふんふん。仲直りしてくださいまし。ここはとりあえずすき焼きでね、宇宙に行ってもらえれば。すき焼き、どうぞ。いただきます。はいはい。さあ、旅立って。あれ、なんて喋りようやろうね。ちゃんとなんか言葉になっとんかな。うまーい。超大好物だったようです。ふんふん、いってらっしゃいまし。
さあどうだ。二組目はダメやってけんね。じゃあ三組目。この間はごめんなさい。仲直りしてあげて。きっと反省してる。お。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。ふんふんふん。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。部屋の中で運動できるなんて、ルームランナーって本当に便利ですね。よね、その場に留まっとるのにあんなに走れるんやもんね。すごいよね、考えた人。よし、これで後の友達マークはもう喧嘩ではなかった。紹介とかないかな？ただの友達かな？あゆなのそっくりさん、2週間ぶりですね。お久しぶりです。あずさと仲直りしたいです。おーおーおお、なるほどなるほど。前の喧嘩のやつ、仲直りしてください。めちゃくちゃ落ち込んでる。とてつもなく落ち込んでる。仲直りしてあげてください。やっぱり、こっちこそごめんなさい。仲直りしませんか？どうや？はい、うん、うん、うん。よかったよかった。ちゃんと仲直りできて。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。セタキングは家の仕事もよく手伝ってくれるんですよ。めちゃくちゃいい旦那さんやん。ね、いいねいいね。はい、こんにゃくどうぞ。いただきます。どうすか？あんまり美味しくなかった。マジで？こんにゃく美味しいけどな。刺身こんにゃくがとても好き。はい、それじゃあ。みんなに募金を。おお、なんだ？誰だ？ちょっと来てもらえますか？びっくりしたぞ。実は、大地たちに赤ちゃんが生まれました。じゃ、喧嘩しとる場合じゃないやん、大地ちゃん。やったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいです。男の子でした。ふんふんふん。今日は二組とも男の子やね。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、大地の大地と夫のワンから取って、ランにしようと思います。ほう、それも前もいた気がするな、ランくんって。まあ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 、いいね。大切に育てます。いいね、いいね。温かく見守ってやってください。はい。了解です。ランくんが生まれたよ。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。27,100円集まりました。ありがとう。そしてミニュース見てこう。6時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。宇宙でバナナも食べるという世界初となる宇宙でバナナ行われる予定でしたが、普通のバナナ失敗に終わった模様です。原因を調査したところ、ロケットの打ち上げ前に宇宙飛行士の日林が実験で使うバナナを食べちゃっていたことが失敗、そういう失敗ないね。打ち上げ前のごたごたで日林が昼ご飯を食べられなかったのが原因とみられています。それは
それはしょうがない。マンションに行きました。お腹空いとったよね。それより面白い話があるので聞いてくれますか。ね、こっちの話を聞いてあげて。このニュースが聞きたかった。はい。マジでそんな注目しとったんや。ロスキのミーニュース。サトルがお伝えしました。ありがとう。はい、そして夜市や夜市見てこ見てこ。お客さん運試ししてみない。はい、買いましょう。前回多分いいものが結構入っとったような気がするよね。いいものがいつも入ってるよ。はい、福袋を買いました。一つ目の中身はお宝懐中時計が入っていました。はい、二つ目はお宝銀のブレスレットが入っていました。そして三つ目、最後お宝風鈴が入っていました。また来てね。はいはい。どうかな。でもまあ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 いいものなのかわからんけど。しりとり大会めちゃくちゃ久々な気がする。食べ物しりとり見るだけよねこれ。おおおお。アップルジュース、酢豚卵焼き。キウイ。食べ物縛りなの？いなり寿司。食べ物しかないの？シューマイ。イカリング。グミ。グラタン。あ、んがついたよ。んがついてるの。がついたよ。クマちゃんの勝利。これもなんかもらえたらいいんやけどな。最後に言った食べ物とか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、今回一応二人子供が生まれた件。あれ、なんか前回生まれた子、成長してない子おらんっけ。なんか少なくなかった？あんなもんか？まあまたちょっと、一軒家に入れん子がおるけん。じゃ、そこね、また入れれるようにしておこう。